レイチェル、あなたってひどいことするわね。痛み、苦しみに嘆く者に対して邪魔の一言で簡単に切り捨て、顔色一つ変えない。本当にあなたって罪深い女なのよ、レイチェル。見ちゃったよレイチェル。ひどいよひどいよ。ねえ、悲しい叫び声を聞いてもレイチェルは何も感じないの？レイチェルは自分のことしか考えないんだね。だから周りもザックもきっと苦しんで終わっちゃうんだよ。